はい、どうも、ティンクでございます。それでは、テイルズ・オブ・ディスティリアン、前回続きからやっていきましょう。いやー、もう1000ポイントをひたすら求めてたんで、ちょっといろいろ大変なことになってますが、まあ、順当に帰ろうかな。順当に帰ろうかな。もう、変な人ら、とりあえず戦ってみる、一回。おい、来いや。お、余裕だ。あ、なんかいっぱい出てきた。すごい気合入ってるで。すごい気合入ってる。なんか、さっきみたいに倒せない。おいしょ。こいつが弱ってるからだけじゃないな。兵士たち、すでに氷魔と結びついてるの。あ、じゃあもう強くなってますよと。プレイさん、これ以上は。はっ。あれ、あんま戦ったらあかん感じ、この人だと。マジで。ちょっと変身しちゃおうかな。ほっ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 。おら、気持ちいいね、やっぱり。はい。よいしょ。あれ、意外と耐えるな。オッケー。あれ、あんま戦う方がいい感じかな、これ。そういう感じにも取れるね。あ、なんかいる、なんかいる。あれ、あ、そうか、出会いに行くんやったな、ボスに。こいつラスボスか。今までのでもテイルズの法則に逆らってるぞ。こんなやつ見た記憶ないんやけど。こんにちはやな。どうすんの、先制攻撃すんの。お前が新たな同志が現れていたとはな。おう、なんか虎みたいな顔しとんな。あ、すごい体してはるで。虎？ライオン？死の予感、完備であろうが。ライアン！はい！フォエス・ウェイバー！スイ！お、でも戦っても全然やられんだろ。この人分かってやるやろ、この同士またひよっこやなみたいな。めっちゃ余裕かましてあるけど。めっちゃ余裕そう。北斎であるもん。あら、こいつまだ全然やでって感じやもんな。まあ今ここで倒せればもうラッキーよな、この人からさ。お前ばかりに向くよな。お前は誰よりも良い色に染まりそうだ。おお、もうあなたの白いキャンパスを俺色に染めちゃうぜみたいな感じのことを言ってはるで。ライオン？え、戦うのこれマジで。逃げていいのこれ。あ、アニメーションだった、びっくりした。なんか出たし、あれ領域じゃないの。ほら、スレイちゃん無茶するから。あれ、おっさん、ええやつやな。そこでもう殺してしまったらお前の時代やったのに。意外と甘いやつやな。甘々やったね。ミクリオ、おい、ライラ、エドだ。あれ、もしかしてなんか違う世界的な。ミクリオ、あれ、おっと、皆さん評判になっておられる感じで。こいつら、いつの間に。スレイちゃんちょっとボーっとしすぎやで。危ない危ない。オエス・メイマ、オエス・メイマ、やばい、これ剣折れるやん、こんなん。お、あら、お元気そうで。なんで？
いやお姉さん一人じゃちょっと無理やろ。いやこれで狩りができたな。あ素晴らしい。マジで飛べるそれ。当たった今のもしかして。ここで狩りを返しに来てくれたね。まあ、一回助けて助けてやから、これでもう貸し借りなしでチャラやな。チャラやけどお姉さん結構ダイレクトに槍当たってない？大丈夫あれ。だいぶダイレクトアタックかまされたと思うんやけど。ほら助けてくれたのか。あでもあの後ろの剣、あそっかこの剣あれやん、あの町人の女の人やん、ほんまや。腰んとこの剣だってそうやったよ、ほんまや。後ろの剣ミクリオ、あれがやっぱあれやった、目印やったんやん。あの獅子の男一体何をしたんだ。俺全然気づいてなかった。あそういうことやったんね。やべあの人いい人やと思ったけどめっちゃ一回殺されかけてた。とにかくここを離れなきゃ。めっちゃルドガイかぶってる、ルドが超かぶってる。ルドがかぶりすぎてる。おなごの顔が見えんです。あ走れね。あ待って、あれ欲しい、あれ欲しい、あれ欲しい。取れるこれ、いけるいける、いけないか。あれ欲しいけどな。ちょっと歩くのめっちゃ遅い、歩くの超遅い。えこれであそこまで行くの大変だぜ。これはこれでお姉ちゃん早起きて、お姉ちゃん、お姉ちゃん早起きて、大変だぜこれは。いやーそこまで行くのなかなか大変だぜ。そしてそれに加えて俺の探索したい欲っていうのはちょっと出てきてるからね。いやーだいぶ大変。あーほらほらほら、ああいうのあるやろ、ほらほらほら。調べなきゃ使命感だよこの人。じゃあ商人やりながらあんな感じで暗殺ギルドに入ってたわけか。もしかしたらあの暗殺ギルドの人全員あそこの人の商人とか、その可能性はあるよね。リュックがすげえかぶってるけど、リュックがかぶってるけど、おっす。はい、なるほどね。 R2 と丸やったよね。この状態でさ行くのより俺戻った方がいいと思うんだよ。後で多分後ろにあった聖地とかもあるからここ来れると思うから、とりあえず今はイベントを進めた方がいいんじゃないかなと思うんだよね。このお姉ちゃん目覚ましてくれる感じ、そういうイベントの進み方をしたい。いける、頑張るんだ。あー俺全然このあれだわ、後ろについてる探検気づいてなかったわ。そうかこの探検か、あー繋がったね。ひどすぎるな、読みがひどいよね。読みが、あ目が覚めた、君が暗殺団の頭領だったんだな。びっくりした。うんまあね。かぶってるでめっちゃ。ロゼでいいよ。ねえスレイ、なんでほっとかなかったの。目の前で倒れてたら助けるでしょ。それが暗殺ギルドの人間でも。お前だって助けてくれたよ大体。ロゼはどうして俺を助けてくれたんだ、暗殺ギルドの人間なのに。お前な、わかんない。助けてよかったのか、これから判断する。いい人なのは確かなんだよね。え、スレイ、誰かが見てる。あねえ北に向かって、そこに私たちが隠れ家にしてる遺跡があるんだ。え、でも追手にバレちゃってもいいの。大丈夫大丈夫、ゆうくんもう殺すよ。このまま行こう、その方が油断させられるし。時間かかるよ。誰やろ見てるやつって。ちっちゃい子だ、子供。早い早い、すげえスキップさせられた。例の同士
話は後、追っ手を誘い込んだんだ。まずはその始末が先。え？おい、待った。本当に追っ手を殺すのか。相手次第かな。なんか嫌なんだ、ロゼみたいな子が人を殺すの。でもさっき散々殺してたね。しかも気安く触ってんだよお前。誰が触っていいって言ったのお前、この野郎。ちょっと見に行こうかな。はーい、しょうがねえな本当に。全く。でもあれだぜ、もう同志の力使えなかったら、もうただの弱っちいやつやからな。スレイ君どうするよ。ちょっと剣が使えるぐらいやで。毛が生えた程度の剣しか使えねえけど。え、君たちが。アイザン兵狩りの相手を間違えたな。見ての通り、私らは軍人じゃない。もう行って。ええやつやったよ。しかもアイザン兵狩りなんてもうやめときな。いたたまれないよ。残党狩りってことか。ローレンスも何落ち迷ったのか。ローレンスの上層部は何考えてんだろう。それをまあ聞きに行くしかねえな。抑えていたというのに、ローランスが突然開戦か。さすがに予想できん。おかげであんな子供まで野党まがいの真似をしなきゃいけない。ちゃんとすればいいやつやったやんこいつ。やっぱりほら、たくましく生きてる。何その顔で。こいつしかもあれだもんな、天族つけてっから。これで一緒に旅しても大丈夫ってことやな。そうすぎるとやってっけど、誰から構わず殺してるわけじゃないよ。殺さなければならないもの以外は殺さないさ。じゃあ俺は。少なくとも闇討ちみたいな真似はしないけど、スレイ、同志がやっぱり人を迷わせる邪悪な存在でしかないなら躊躇なくやる。忘れんなよ。もう遅いぞ。助けたこと後悔しても。だがどうやって見極める。通り。それなのよ。ついてこいよってことになるわけだな。ん、ごめん、なんかおかしくて。さあ隠れ家はこっち。しばらく休めるよ。俺たちは他に追っ手がいないか辺りを見てくる。サンキュー、任せた。軽い棟梁やな。でもな、よく考えると軽い棟梁よね、よく考えるとね。でも相当腕が立つからじゃないとこんな棟梁できひんよな、この人な。こんなワーク工程だいぶ腕が立つってことなんやろな。おい、なんやこれ、コントローラーのお前地図の操作させてくれへんねんけど。なんやこれ、どういうことや。そこもダメなんですか。ちょっと早い、俺道草食ってたけど、早い、もう風を切るように走ってはるで。タタタタタタッつって。はい、ちょっと待ってくださいね。いやでもこの子パーティー入ったらちょっと俺テンション上がるわ。この子一番今んとこ女子キャラの中でいいわ。名前をもう早速忘れてる。ロゼだな、ロゼ。オッケーオッケー。早い、もうそこまで行くんやったら一緒に行こうや。なんて落ち着けて。早い、入り組んでるね、なかなか。予想したのか、こっちだろ。メーベルおじさん、久しぶりだな、お嬢。誰だおめえ。名を名乗れ。そっちのは今話題の同志か。この人暗殺ギルドの人っぽくないな。なぜ同志って分かったんですか。天然だな、その格好見れば分かる。お前同志用の格好着てんだからな。この人はメイビン、ギルドの一員じゃないけど恩人なんだ。今時珍しい探検家よ。へえ、探検家がワクワクするんだ。今まで旅してこれの足跡を追うのが気に入ってるってだけだ。天意見聞録。お嬢、戦争が始まったと聞いて気になってたんだが、問題なさそうか。
このアジトはもう捨てる。依頼もしばらく様子を見た。あ、依頼受けて暗殺やるんや、やっぱりギルドやから。もしかして俺のせい。同志が暗殺ギルドの心配か。変わったやつだな。そうなのよ。さて、俺はもう行くとするか。え、もう？あんまりのんびりしてるなよ、お嬢。同志の出現、戦争勃発、これから時代が大きく動くぞ。うん、分かってる。この人後々なんかいい面で出てきてくれると助かるんやけどな。せっかくここに来たんだ。奥にある遺跡の謎を解明してみせな。めっちゃ面白そうなこと言ってくれてはるで。どういうこと？ここは天意見聞録に載ってない。他にもいくつかそんな遺跡や伝承がある。そんなに発見が困難なわけじゃないのにな。なんか裏があると思わねえか。おお、乗せちゃいけないやつか。伝承の本当の意味は上出来だ。スレイ、また会おうぜ。お嬢もな。うん、またじゃあね。これともしかして地図に載ってへん遺跡に行くたんびにいるとかそんな感じかな。どんな感じになるやろ今後。いや、私元気やからもう遺跡行くで。あ、休む感じで。はーい。あー、もうここでじゃあロゼパーティーになるわけだな。で会った時に天族ありか。でもロゼは自分の天族いいひんことについて何か思ってんのかな。うわー疲れた。今日はもう寝る。スレも適当に奥のベッド使って。ありがとうロゼ。勝手にどっか行くなよ。まだ安全かどうかわかんないんだし。めっちゃええやつやねんな。基本すごいいい人なんよね。よし。この匂いがする。あ、どこ？お、あったあったあった、びっくりした。えい、状態異常。はいはいはい、状態異常はまあペナルティーあると当たり前じゃんか。当たり前だろ。よし、メインの前の部屋行ったら進むんだな話が。よし、それ以外ちょっと話そうです。まず、うん、まあ同志も暴れたし他にもいろいろ暴れた人いるからな。ここを飛べるようになるんやな、なんかで。あれか、ロゼのあれか。やばいやばい、危ない人もいる。好戦的な姉ちゃんもいる。好戦的な姉ちゃんも危ないね。やめたって、ここ入っちゃダメな。はーい、すいません、すいませんね。同志くんって言われちゃったよ。くんづけだよ、くんづけ、くんづけだぜ。どうなお金は。あ、結構あるじゃん、結構あるじゃん。たださ、まあ今もらってもしょうがねえもんが多いだよね。これはまだいいか。とりあえずちょっと貯める感じでいこうかな。お酒ね。おお。はい。あ、はい。下手なことを伝えても何も考えると今だってもうスリー君丸腰やで完全に。何もできひんからね。あ、防がれてるから行けへんの。そうだ、ちょっともうこのスイッチ完全にそれやん。怪しいよね。あれでも両方押したけど特に何もないんやな。とりあえず今日は寝ろってか。よし、寝ます。はーい、はい、休みます。おやすみなさい。もう俺のこと気に入らへんやついたらここの場で暗殺されそうやけどな、もうな。棟梁が認めてるからって言ってっつって。まったくスレイのやつ、もうちょっと警戒するもんだろ。仲間外れが寂しいのね。声が届かないのって本当にもどかしいですわね。あ、出れへんや、天族が今。スレイ、元に戻ったのか。能力が抑えられてるんか。本当よかったですわ。いなくなったのかと、すげえ焦った。ヘルダルフとかいう獅子の顔の男、あの時一体何をしたんだ。考えたことない。2つの領域が重なったらどちらの加護が強く影響するか。力の強い方か。どういうこと。ス
スレイさんの同志としての領域がかの者のそれに打ち負けたのです。そのせいでスレイの霊能力が一時的に麻痺したってわけか。しょうがないわ、ドラゴンよりも強く汚れた領域を持っているんだもん。まあ、強そうって感じはすごかったね。あいつが最下の剣士なんだ。まず間違いないでしょう。意外と早く出てきたな。他にないと思いますが、でも今までの法則から言ったらやっぱり途中のやつは倒されるんやな。汚れと力を持ったのは何か理由があるってわけか。当然だろうな、あんなのは自然に生まれてたまるか。それを知りスレイさんが答えを持ってかの者に挑まなければ。あ、そういうことね。スレイさん、何ブツブツ言ってるの。ああ、ここに完全に変なやつよね。仲間がいるんだ。は？トンツクなんだけど。そういうの笑えないよ。あれ、こいつでも天族連れてたよね。あれで声が聞こえるんじゃない。そうですわね、やってみましょう。完全に変なやつやで。な、何？耳を澄まして、よせ。ルーテさん、聞こえ。ちょ、ローゼ。聞こえてるな、完全に。聞いて。完全に聞こえてるな。タブーに触れちゃったね、どうしたの。同僚、そっち系点でダメだから。そうですか。同志、楽にしててくれ。何かあったら呼ぶけど、しばらくここにいてもらうよ。君への対応が決まるまでね。でもまあ殺すってなってももう力戻ったから余裕で抵抗できるけどね。痕跡だけ消しておくか。うまいこと言うね。さあアイテム変えるぞ。確かにデゼル。デゼル？あー、あの人か。はい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 。あいつ、あれ？棟梁とあれだから、あれじゃねえの？違うの？よう分からんの。難しいの。カルサイビーフを買いまーす。で、融合しまーす。ガンガン融合。あー違ったよ。まだまだそうだったね。そういうことね。はい、カルサイビーフはじゃあ別で融合しておきましょうかね。何？何？なんてことだ。ちなみに融合他の部位はないの？なんか拾ってるとか。戦闘の結果。ああ、そういうのは全然特にない感じですかね。アンバーブーツプラス1。いこうか。いいね。いいっすね。よし。あとはない感じね。あ、よろこい。一応喋るだけ喋っとこうや。緑の。で、ちょっとあれ先代もそうやったんや。ここはスケベ同士になる。ああ、ここはもう女性たちの花園なわけで。よし、じゃあ喋ろうか。おっそっそっす。こいつも見えるようになった。岩井君、いろいろ聞きたいことがあるんだ。奇遇だな。俺も聞きたいことがある。あ、そうだ。天族の力をまとって戦う。あの力は何だ。カムイのことか。カムイ。そうだ。あれか。俺もあの力を得られるのか。カムイは同志と天族が一体となって行使するものです。お互いが力を合わせるんだ。手に入れるって類のものじゃないよ。面倒。こいつあれか、ロゼのこと守りたいんか。惚れてんのかお前。確かに強い。全く意図がつかめない。何なんだ。死なさだめぞ。俺の目的に繋がってるかどうか。歯がギザギザですけど、あなた
もう一つ答え、あの娘ロゼ、カムイの力を発言できると思う。やっぱロゼとカムイしたいのね。もう彼女なら可能かもしれません。それほどの素質を秘めていると思います。そうか、けど今のままじゃ一生無理ね。どんなに素質があってもあの子は天族を拒絶してるもの。誰のせいかしらね。あら、あなたのせいでございますか。あらららら、デゼル君。結局こっちの話は聞く耳なしか。風の天族はよくわからないのばかりだ。ばかりってことは他にも知り合ったことあんの？償いとかそんなんなんかな。なんか昔やっちゃったみたいな。ロゼちゃん俺もらいたかったのに。あれか、あの男とできちゃう感じか。マジか、ちょっと。あ、もう外出る感じで。外出る感じで、なるほど。もうセーブしようか、じゃあ。今がちょうどセーブできる時やと睨んだ。ということで、ここでセーブしましょう。なんかスキット出るんちゃう、もしかして。あ、やっぱ出たね、スキット。僕の中での暗殺者のイメージが崩壊していくよ。皆さん、いい方たちですね。うん。ロゼって子は天族は信じたくないようだけど、きっとすごい資質をお持ちですのに。はあ、彼女汚れも感じない。ロゼが天族を知覚できないのは彼女自身が拒絶してるからだ。うん、なんかあったってことだよな。それを調べんといかんわけだな、これから。なるほどね。クソ、すぐ仲間になるかと思ったのに。まあしょうがねえね、その辺は。次回以降に期待。マジか、デゼルのやつロゼを取るってか。お前天族と人が結婚できるとは限らへんからな。よし、その視点でいこう。そしてちょっとライラからロゼ派に俺は乗り移っていこうかな。うん、よし、じゃあ今回ここまでしたいと思います。見ていただいてありがとうございました。また次のパートを見てください。それではお疲れ様です。